はい、皆さんこんにちは。小池クラブルです。盆栽充実で、次の試合でタトルマッチで私すごい嬉しいです。最近で自分のモメントでいつもライゼンいつも自分のサポートとかありがとうございました。でも今からニューエールで自分のニューエールでみんなよろしくでお願いします。K クランの牛久潤太郎です。ちょうど僕がチャンピオンになって1年、このタイミングで小池選手と試合できること本当に、光栄に思いますし、僕もすごく楽しみにしています。当日は絶対面白い試合になりますので、皆さん楽しみにしていてください。当たり前のシークで強い、なんで彼が今チャンピオンになってる。でもまあジープのチャンピオンで、でも自分のイメージだったら、自分のライゼンのトーナメントだったら、自分今5試合だったら、自分5試合全部一本勝ち勝ってる。牛久まだ2試合だけか。でももうジップとかライゼン多分レベルちょっと違うけど、でも私絶対まだチャンプ行きたいけど、でも多分絶対自分勝ちますよ。はい、ありがとうございました。牛久選手のこう警戒しているところありますか？シーク、まあ彼が強いな、まあいいの人とか強いけど、でも私あまり心配しない、ごめんなさい。まあ何でも問題ないけど、僕はスタミナですねと、まあ警戒しているところは相手のその寝技のスキルというか、その決定力、そこは警戒してますね。試合だったら、まあ、50%、50% だったら、でも当たり前自分を気をつけているので、でもあんまり問題ないけど、私すごい自信だったら私絶対勝ちますよ。そう、それはもちろんで、私今まあ多分ちょっとだけレベルアップでも牛久で、もう私リスペクト牛久チャンプとかいろいろ、でも私の自信、今どっちでも寝技とか、大キックとかレスリングとか何でもいい、私今もう本当自信だと。まあ私スタミナ落ちない、でも何に違うだったら自分すぐで一本返しだったら、でも私前 KSW の試合で私、5ラウンドとか、3ラウンドとかあんまり落ちない。私いつも逆だったらちょっとだんだんでアップしてる。でもそれです。牛久選手、今のちょっとクレベル選手の言葉を聞いてちょっと一言いただけますか？そうですね、スタミナに関してもその、クレベル選手はすごく動きが柔らかいんで、そこに関してはすごく僕もスタミナはあると思いますね。はい、展開はね、本当に我らのチャンピオンである牛久選手、まあ本当にここまで内陣での試合数ってそんなに多くはないですけど、まあこのディープ含めたこのコンスタントに戦って、まあ厳しい中でも勝ち続けてる、まあ風格も出てきてるし、やっぱり自覚も出てきてる、そんなチャンピオンにまあ逆にクレベル選手がまあ最強のチャレンジャーだと思いますんで、今のライジンのフェザー級でいうともうトップオブトップス2人、まあ押しも押されぬタイトルマッチだと思うんで、ここはもうどんな展開になるか含めてファンの皆さんが注視してもらえたら、当然勝負論も含めて当日の緊張感とか試合の攻防の技の展開も含めて、まあ全てにおいて最上級のものが見ていただけるんじゃないかなと、そう思ってます。ライジンとしてはまあこのフェザー級って、まあたくさんのいい選手がいる中で、まあそれを象徴する、まさに今後フェザー級がさらにこうライジンの中で注目の階級として存在感をしっかり見せてくれるようなことを期待したいと、そう思ってます。はい、ありがとうございました。ここでマスコミの皆さんに、
知らせでございます。